はい、こんにちは、こじるんです。今日もファイナルファンタジー10スフィア版縛り続きをやっていきたいと思います。前回ルッツとガッタのイベントとルルの過去のイベントを見たところからですね。で、この先の昇降機を上がったところで、未編セッションが始まってしまうので、ちょっとここで戦ってアーロンさんのオーバードライブタイプを覚えていきたいと思います。ここはセーブスフィアのそばなので安心して戦えますね。ここでちょっと頑張っていきたいと思います。あー、ルルが沈黙になってしまいましたね。これはルールを直さないと勝てないかな。とりあえずキノコを叩いて、よし。で、キマリじゃ無理かな。57。ファイヤーが痛いと。お、覚えましたね。これを待っていました。ハローさんがフンヌを覚えてくれましたので、よかったです。これで安心してボス戦に進めますね。47。98。お、いけたいけた。はい、それでは、オーバードライブタイプを変えておきたいと思います。今まで雑魚戦で、オーバードライブが溜まるようなものにしてあったので、ちょっとね、ボス戦に備えて変えておきたいと思います。結構普段だとこのままずっと突っ込んじゃうことが多いんですけれども、スフィア版縛りなので、ちょっとでもね、有利なように、戦闘中でもオーバードライブが溜まるように、ユーナは地合いでいいかな。フンヌの方がいいかな。基本みんなフンヌでいいかと思います。策略はボスには効かないので、やっぱりこれもフンヌでいきたいと思います。よし、みんなフンヌで、じゃあ登っていきたいと思います。これはアルベド族が設置した昇降機ですね。よし、進んでいきましょう。大砲が設置してありますね。これコーラの瓶に見えるのは私だけですかね。いやー、輪っかは面白くないですよね。くそっ、それ痛いわ。ほんと嫌いなんだ。サンダルで裸足ですからね。ジャックはね、輪っかが送った剣を島に置いていったの。そしてアルベド族が作った機械の武器を手に入れた。そんなことは関係ないだろう。教えに反する機械が嫌いな毒だ。輪っかも分かりやすいですね。まあ弟が亡くなったのはそのせいじゃないって心のどこかでは分かってるんでしょうけどね。試し撃ちしたら砲がずれちまったよ。火薬の量が多すぎたらしい。作戦開始までに直さないと。よっからセット。そんなんで大丈夫なのか。この俺の手で芯にとどめを刺すのだ。
古の機械を操って真を葬って見せよう。教えに従う能なしどもにアルベノの力を見せてやるかな。そんな感じですね。と、海からシンが出現したら砲撃を行い足止めする。シンの動きが止まったところをアルベドの機械で一気に仕留めるのだ。先ほど試し撃ちしてみたが、ものすごい音でたまげたよ。危うく気絶するところだった。あの音ルカまで響いたかもしれん。シンほど大きな目標なら狙わなくとも命中するだろう。いや、ここの大砲は、とりあえず足止めするための大砲ってことですね。とどめを刺すのは違う機械ですね。進みましょう。慌ただしい感じですね。これはルッツとガッタが運んできた真のコケラですね。ここにコケラを集めて閉じ込めてある。ちっ、失敗確実だっつうのに。やめようよ、もう。無謀な作戦かもしれない。教えに背いてるかもしれない。だけど討伐隊もアルベドの人たちもすごく真剣だよ。みんなシンを倒したいって心から願ってる。その気持ちは私たちと全然変わらない。そう思わない？あったよ。でもな、俺は機械を認めない。教えに反することは認めない。召喚師様、こちらでしたか。司令部はあちらです。キノク老神もいらっしゃいました。キノク様もですか？はい、ユーナ様もお急ぎください。ワッカにしたらびっくりですよね。シーモア老師だけじゃなくてもう一人老師が来てるわけですからね。内心穏やかじゃないでしょうね。さてと、あの商人明らかにぼったくっているわ。他に買うところがないから足元を見てるようね。値段を負けてくれないかと頼んでみたけど、作戦の前に負けるなんて縁起が悪いって言われたの。あの商人戦闘に巻き込まれたらどうするつもりかしら。ああ、大赤屋ですかね。これらの兵器に異常がないか確認しているところだ。なんせアルベゾの機械だからな。念には念を入れておかねば。見たところ異常はないようだが、もう少し調べておこう。逆に調べて壊さないでくださいよ。未編セッションは決行まで、残された時間はあとわずかである。スピラの命運は我ら討伐隊の戦いぶりにかかっている。兵士としての義務を果たし、今日こそ真を打倒するのだ。はっ。部下に発砲をかけるのも大事な任務だ。念のためもう一度演説しておくか。今ので何度目の演説だ？ 5 回？ 6 回目か？何回も演説してるみたいですね。隊長ったら緊張して同じ話を繰り返しているの。
いや聞く方も迷惑ですね。まあ、緊張しますよね。この人はさっきの人ですね。子供がいますね。どうした、そんな打ち込みでは魔物に通用しないぞ。妹の仇を取るんじゃないのか。絶対に真を倒すんだ。絶対に許せないんだ。絶対絶対倒すんだ。さあ俺を魔物だと思ってかかってこい。えい、こんちくしょう。あ、子供までねえ、真にやられて妹の仇を取るんですね。何か聞きたいのか。これらの方はルベド族が無償で提供してくれたものだ。彼らのこと嫌いだったんだが、ちょっと見直したよ。この方なら遠くから攻撃できる。真に玉の雨を浴びせてやるんだ。チョコボ騎兵になれるのは志願者のほんの一部だ。騎乗技術が優れているか、戦場で手柄を立てた者のみに許される。今のチョコボ騎士で一番の実力者はもちろんルチル殿だ。でもな、なんてクラスコが誇り高きチョコボ騎士になれたんだろうな。確かにどんなチョコボとでもすぐ仲良くなるんだが、それが理由でしょうね。今回の作戦は過去の真の行動を研究して立案されたんだ。真には真のこけらがいる場所に姿を現す習性がある。だから各地から真のこけらを集め、痛めつけて真をおびき出し、古の機械でとどめを刺す。名付けて未変セッションだ。我らの討伐隊の役目は真をおびき出し足止めすることだ。とどめはアルベド人に任せるのはちょっと悔しいが、真を倒せるならそんな小さなことはどうでもいい。そうですね、倒せればどうでもいいですよね。じゃ、大若屋がここにいるので、どんなに高くしても売れるぜ。独占ってな、すげえよな。たくましい。あんたこっちだ。武器を買っておきましょう。ティーダのアベンジャー、カウンター攻撃ですね。とりあえず買っておきますか。で、ワッカの石化攻撃の武器、これは今は必要ないんですけれども、石化攻撃は必要なので買っておきます。とアーロンさんのも買っておきましょう。これはいらないかな。これもいらない、いらない。睡眠防御、魔法防御 3% 水半減、いらないかな。これも、ウォール、輪っかの混乱防御の防具ですね。一応これは買っておきましょう。装備はいいや。とりあえず雑魚戦で必要ですね。こんなもんかな。まもなく戦いが始まります。いろんな準備を忘れないでください。おいおい、なんか乃木寄りだな。当たり前だろ。俺は真と戦いたくてここまで来たんだ。それだったのに。ああ、くそ。認められたいのなら、まず与えられた任務を黙ってこなしてみろ。アーロンさんは大人でかっこいいですね。でここで、ガッタに話をしますけれども、誰も認めてなんかくれないんだ。ここはそんなことないってって選びたいんですけれど、その通りを今回はちょっと選んでおきたいと思います。
この選択肢によってガッタかルッツのどっちかがなくなるんですけれども、そう思うよな。まあスフィア版縛りなので、最後回収、話が回収できないことも考えると、そう思うよな。今回はルッツに生き残ってもらいたいと思います。見返してやる。ごめん、よかった。これ2回ともその通りを選んだ場合のみルッツが生き残ります。見返してやるんだ。ちょっと話も少し変わってきますね。じゃあ進みたいと思います。シーモアから聞いたが、本当に会えるとは思わなんだ。久しいな、アロン。10年ぶりか。エボン四老子の一人、ウェンキノク老子よ。エボンの総兵の指揮と討伐隊の監督が担当ね。作戦準備すべて完了との報告がありました。わかった、下がれ。はっ。なあ、アロン、この10年何をしていた。作戦が始まる。そんな話はいいだろう。どうせ失敗する作戦だ。少しでも長く夢を見させてやるさ。ひでえ。キノック老子。ああ、始めてくれ。あいつが老子とはな。聞こえたぞ、アーロン。この10年いろいろあった。お前はどこで何をしていた。友との約束を果たしていた。まだ終わっていない。一つ教えてくれ。お前はザナルカンドを見たのか。なんだか居心地悪いね。そろそろよろしいでしょうか。外で待機しているアルベド族に作戦開始命令を伝えねばなりません。ここも安全とは言えません。魔物が来るかもしれません。戦いの準備が整いましたら私に言ってください。キノックも地獄耳ですね。さて、宝箱が2つあるはずなので回収していきたいと思います。こちらが静かなる腕輪、アーロンさんの防具ですね。HP5% 伐削防御、これもね、後で必要になります。何が起こるかわからないから、バトルの準備だけはしておいて。メガポーションを手に入れました。何が起こるかわからない。了解です。ドキドキするね。ユーナのそばにいて。あとはひまわりは喋ってくれないと。で、ワッカさんですね。これじゃまるでジーンを認めた作戦みたいじゃねえかよ。まあそういうこと、そういうことなんでしょうね。作戦みたいじゃねえかよ。イニシエの機械で作戦を成功させて、機械禁止する教えを間違いだと証明してやる。召喚師か、後で報告しておくか。寺院のやつらと一緒にいると気分が悪くなるかな。
おそらくそんな感じでしょう。皆さんの準備は整いましたか？はい。お急ぎください。皆さんの準備は整いましたか？じゃあ行ってみましょう。キノック老師、お願いします。シンは来るのかな？シンのコケラを取り戻しに必ずやってきます。念には念を入れてコケラに悲鳴を上げさせるのです。そんなことをしなくてもシンは来る。シンは俺の親父だ。アーロンが言ってたことを思い出した。さあ始まりますね。真のこけらを痛めつけるも何も逃げ出しましたね。でなぜか このこけらと私たちが戦うという責任を持って倒してもらいたいですよね。さて戦えるかな。ちょっと召喚獣を呼ばないで粘ってみたいと思いますが、手の部分は貫通のあるキャラクターでないと倒せないので、魔法は通りますけどね。魔法はもう直接本体を狙っていけるので、ルールは基本真ん中を狙わせようと思います。決まり、うん。いけない。頭が怪しい動きをしているときは魔法か、魔法で頭部を叩くわ。魔法か輪っかのボールかどちらかですね。あの龍剣でも止めることはできますね。とりあえず決まりを起こしましょう。じゃあボールで叩いておきましょう。これはとりあえず叩いておけば毒は測れないので。痛い、結構痛いですね。で手を破壊して、こう、グラビデは、はい、割合攻撃なので死ぬことはないですね。ルールでファイヤーを打ち込むと、あ、本体にすればよかった怪しい動きをしてしまった。バッカで頭を叩いておきましょう。怪しい動きは止まってくれた。お、えらい。ルルーは回避が高いので割とね避けてくれますね。お、いいですね。バッカはピンチにバサンダで、サンダーは避けてくれますね。うん、では回復しない方がいいのかな。グラビデは、まあ、割合だからよしとして、ルールで本体を叩く。よしよし、ずいぶん頭が早いな。時間がかかりますからね。輪っかで叩いておきましょう。えっ、手もね、4回ぐらい叩かないと倒せませんね。普通にスピア板を上げていたら
アーロンと決まりで1回ずつ叩いたら手は落とせるんですけどね。ここがスフィア版縛りの辛いとこですね。ここでテンプテーションを言っておきましょう。ま、これがね回せないんだよね7しかできないんですけれども、まあよしとしましょう。相変わらずで、ここでこれも揃えられないアタックリール行ってみましょう。1個ぐらい2で止まってくれ見事に1まあいいでしょう。お、思ったより出るぞ。手がなくなれば貫通がついてなくても効くようになりますね。あーやばい、毒液来ちゃった。あー気持ち悪い一撃でバッカさんが死んでしまった。とりあえず起きてもらいましょう。フェニオで起きてもらうと代わりにティーヤがお亡くなりになった。ルールは本体に打ち込んでいく。ああサンダーよかった、ルールの方でラッキーでしたね。ユーナで起こしていくと、ユーナもねレイズは覚えられないんで、もちろんフェニオで起こしてますけれども、フェニオで起こした方が次までの待機時間が短くて済みますね。で手が蘇生してくると、ファイヤーは手があっても入るので本体、頭が怪しい動きを始めましたね。輪っかでいきましょう。とりあえず手を落としていきましょう。スフィア版縛りでもしていなければ、この何回も蘇る手は経験値が稼げますので、たくさん落としておくのも手だと思いますね。今回は経験値はいらないんですけれども、まあ、これを落とさないと叩けないのでね。うん、痛いな。そろそろルールやばいかな。よし、これも多分できないであろう。あ、できた。珍しく揃いました。できました。よし、片手を落としていくと、そして頭が怪しい動きをしている。仕方ないので頭を狙っていく。手を、あー痛い痛い痛い。サンダーは痛いよ。あ、まずいまずい。頭を止めて、うざびでは問題ないけれども、あんまり低くしておくと結構危ないですね。とりあえずルールを起こしましょう。フェニオで起こしていくと、
ペアルで一応いっぱいにしておきましょう。えらい、避けた避けた。ルールは本体を狙っていく。頭が怪しい動きをしていると。一回回復を挟みますかね。決まり。グラビデが来た。グラビデは問題ない。火炎は全体攻撃なのでいけますね。よしよしよし、いいぞ。頭もついでに止まって最高ですね。本体を攻撃していく。サンダーは痛い。せっかく手がないので本体を叩いていきたい。よし。お、いいですね。556も出た。痛い。決まり。決まり。一撃ですね。起こしておきたい。ルルよりユーナの方が次の行動が早いですからね。ユーナで起こしましょう。ティーラでもいいんですけどね。アーロンさんは、あ、輪っかでもいい。怪しい動きが止まったと。まあでも思ったより戦えるものですね。初期数値のままでも。お、132。手がないのでティーザでもダメージが入っていく。毒液を防ぐために頭をやっていくと。頭も結構、あー、バッカがお亡くなりに、そして手が出た。頭もね、そろそろなんとかなるんじゃないかと思うんですけれどもね。全体攻撃、エナジーレインを止められるかな。よし、これは全体攻撃なのでいいでしょう。かっこいい。よしよし、結構入りましたね。頑張って先に頭を落としちゃった方がいいかな。うん、難しいとこですね。ちょっと頭を狙っていこう。ファイヤー227。よしよし。あー、やばい、やばい。グラビデだから大丈夫。あ、一人だけっていうのはやばいぞ。しかも頭が怪しい動きをしている。これは起こさないと大変ですね。ボスの攻撃が立て続けに来る。起きて起きて。あーティーだ。いや、でもティーダを起こさないと。ワッカよりティーダの方が行動が早いので。でもワッカの方が耐えるかな、もしかしたら。